運んできましたストークです。遊戯王デュエルモンスターズ5エキスパート1、続きからやっていきましょう。前回が第3ステージの光と闇の仮面ですねを倒したところで、やっぱりね、カードパワーがどんどん強くなってきますね。ただ専用カード使ってこないんだよな、まあ、ということで次はこのパンドラですね。ブラックマジシャン使いを倒していきましょう。やっぱね、汎用カードが強すぎて、それがきつい。一発逆転がすぐできちゃうからね。それがなければ結構、まあまあってことなんだけど。落とし穴セットのアックスレイダーかな。はい、終了。黒マッチのカーテンとかいきなりしてくれんかね。あ、でもそれ、ああ私の落とし穴が落ちるとこまで落ちるぜ。心変わりか。はい、リリースするか。あ、普通に出してきた。岩石の行方、はい、これでもう3000ですからね。やばいね、ほんと。一発逆転が全然できる。だからなかなか怖いんだけど、まあ、それが面白い意味でもあるってどういうとこなんだけど、はい、どうしようかな。あれがあれなんだろうな。とりあえずバトルフェーズ恋しみようか。もうミラホなんかね、三積みしとるんじゃないかっていうけど、ミラホがほらね、入ってくるけどね。やだよ、ミラホ。ミラホ大好きだからね、ほんと。必ず入ってるミラホですね、CPU は。あ、いや、パンドラちゃんですね。カード枚数は結構少、なるほど。5風景か。カード枚数はね、結構少ないんだけど。スフィアボーの効果出ない。出ないからどうしようかな。とりあえずデーモンの召喚しとこうか。デーモンの召喚を召喚しとくよ。まあのびり待つしかないや。施し、はいはい。さあブラックマジシャン出てくるんでしょうか。まあブラックマジシャン出てきてもデーモンの召喚だったらね。ねえ、そうやって強カードでね、全部破壊してくるんだからね。お、ブラックマジシャンか。これはブラックマジシャン来たー。あ、私が負けるんだけど。ちょいブラックマジシャン来た、すげーって思うけど、やばいよね。あと2500だよ。ブラックマジシャン1体分だよ。悪魔のくじ付けって700か。700だったらブラッドボルス召喚して、ここ発動、はい、ブラッドボルス、ここ発動。いや、ここで何か除去されたら負けるな。おおマジか。浅すぎた枚数、あ、早すぎた枚数か。何を復活、嘘でしょ。ブラックマジシャン2枚目ですか。はっ、え、なんで、あ、焦った。どうしようもないんだよな。どうしようもないな。はい、一回終了しよう。とりあえず五風剣が破壊しよう。強奪されました。はい、いってらっしゃい。うわ、きっつ。負けた。きついっすな。あ、正面ジャンプの発売日、何が悪いかな。パンプキングだ。
ドラゴンが引くよ、こうや。これレアなんか。やった、嬉しいぜって言いつつね、パンドラ勝ちたいですよ。先行か。いや、さっきのパワーカード連続はきつかったな。とメタロボット強奪、これはブラッドボルス様子見ですね。まあ、基本突破はされんはずなんだけど。お、トラップが何もない。やった、これはいける。あ、巨兵があったっけさっき。まあいいや、とりあえずミバルスいっか。あ、ペンソル、うわー、マジか、ペンソルきつい。終わった。あ、手札6枚超えてます。あー、マジか、そうだった、6枚だった。シャドーバースだった、9枚だよね。え、なんだったっけ、9枚だと思ってるの。あれ、え、なんだっけ。まあいいや、キャノンソルジャー。いや、魔法トラップがないのはね、結構有利なんだよね。シアナか、どうしよう。これはとりあえずセットして、でミノタウルス召喚して倒していくか。でこれでね、徐々に徐々に。パーブン勝てるでしょ。トラップがね、あー、やばい。なんだ、あ、キャノンソルジャー、はいはいはい、リリース、おっしゃ、落ちろ。ガールよ、すまんの、すまんの。さよなら。やばい、トラップがね、幸せ、マジ幸せ。このまま何もなかったら勝てる。サイクショッカー何枚見れる人間っていうのもね、うん、それはちょっとあれだしなーって。バランスはいいんだけどね、サイクショッカー。よし、いけるか。死者蘇生、死者蘇生、はい、何を蘇生させる、なんかあったっけ。あ、ブラックマジャンがあるか。ゴーフーゲン、うわ、また盤面が全然変わってくる。しかも巨星、巨兵、あ、そうか、ブラックマジャン墓地に落ちてないっけ。攻撃はできん。うん、どうしようかな。いや、とりあえずこれでいいんだろ。ブラックペンダーつけとこう。これでとりあえず負けることになかったな。ライボルとか本用に祈る。ダークラビット。全部守備でした。バトルフェイズ、え、なんで。あ、おー、スッと、なかなか荒ぶってますなと思って。セットして、あー、ゴーフ剣めんどくさいな。あ、2体リリース、ブラックマジシャン、
やばい、ダークエルフもやられる。とりあえずグレートホワイトして、ボルサコイ表示いいか、どうせ100しかないじゃん。 OK、 相変わらずあれか、相変わらずですね、ガール系は守備だ。あ、サンダーボットが出てこんかな。ここで500ダメージ、施しか、施し使う。屍と強奪はいるな。メタモルいいかな。さてで、どうするか。守備力、あー足りんのか。どうしよっかな。ソーリードール召喚して、暴風剣発動して、やっぱブラックホールいいとかにいけんかな。ブラックホールとサンダーボルトをね、破壊した時の、うっ、うわ最悪だ。ペンソルだとやばいね、やばいね、めっちゃやばい。お、ブラックマンション来た、ありがとうございます。盤面が減った、嬉しいわ。これはですね、強奪 C の、はい、すいません、いただきますね。強奪して、これ何もだったか、800か。あー、いいか、リボルバトルもいいや。ブラックマジシャンと、ホーリーエレフで、で、ダシーの、効果発動 C の赤、赤じゃない、表表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 表、まあまあまあ、どっちにしても次のターンね、ちょっと対使用できるから。次のターンで終わらすはず。モンスター出しても効果で破壊したらいけるから大丈夫と思うんだけどな。はい、何でしょうか。早くして、早くして。施しか。施しか。ここでライボルとか出してくんのやめてくださいね。ああ、強欲か。怖えな。怖っ。ああ、でも、やだよ、本当に。空気読んでよ。ダークエルフしたし。あ、マジで空気読んでほしい。まあ、どっちにしてもホーリードールセットのでフォースで、でフォースからの破壊。いやー、なかなか接戦してますね。次何もなければ多分勝てるはず。
お、早すぎてまいそうか。何を出す？攻撃表示でしょ、しかも。あー、ブラックマジシャンか、そういうことか。あ、待ってよ、終わらしていいや。あ、怖ー、結構怖ー。異次元でちょっと安全に行こう。なんかあってもいいように。さあ次元の彼方へ、さあ行ってこい。あ、食ったね。あ、いいよいいよ。はい、さよなら。さようなら。オッケー。うわ、もう超ギリじゃん、やば。はい、ということで勝利です。めちゃめちゃ強いんだけど、パンドラ。はい、じゃあエキストラパック4かな。はい、お疲れ様でした。 V ジャンプの発売日、なんか来い。ラーの浴神竜、なんで V ジャンプで当たるん。デッキに入れることはできません。何のカードやねん。そこまで忠実に再現するよ。六芒星の呪縛。あ、なるほどね。はい、ということで今回はここまでさせていただきます。ゲーム実況はストーカー運んでいきました。バイバイ、おつと。フォーカスザレボリューション、この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。